なれ寿司。なれ寿司、売れ寿司、寿司、なれ寿司、寿司は、主に魚を塩と米飯で、乳酸発酵させた食品である。現在の寿司は酢飯を用いるが、なれ寿司は、乳酸発酵により、酸味を生じさせるもので、これが、本来の寿司、寿司の形態である。現在でも、各地で作られている。現在の主流である握り寿司を中心とした、早寿司、 江戸前寿司とは全く違う寿司、寿司である。冷蔵庫などなかった古代に動物性タンパク質を保存するための知恵として生まれた。魚介や牛肉、野菜や山菜を飯につけ、おもしをして数日から数ヶ月、あるいは数年間も乳酸発酵させる。雑菌の繁殖を抑えると同時に、嫌気性発酵を促すため、日本酒が加えられることもある。 乳酸発酵作用によって酸っぱくなり、pH の低下により、雑菌の繁殖を抑えつつ、タンパク質の分解に伴うアミノ酸系、液ス成分により、うまみが増加する。しかし、嫌気性発酵を行うため、ボツリヌス菌による食中毒が報告されることがある。日本の慣れ寿司は、弥生時代に稲作がトライしたのと同時期にもたらされたものとする見解があるが、 これは飯につけて発酵させるという製法から米に結びつけて説明されており、名称があるわけではない。平安時代中期に制定された演技式には、西日本各地の蝶として様々な慣れ寿司が記載されている。鮎やフナ、アワビなどが多いが、イノシシ、鹿といった牛肉のものも記述されている。従来の見解では、室町時代に発酵期間を数日に短縮し、 漬け床の飯も食する、生成、生慣れが、まり、江戸時代になると、巣が出回るようになり、発酵によらずに酢飯を使用した寿司が作られ、それが主流となるとされていた。しかし、生成、生なれ、生慣れの寿司、寿司というのは、十分に完成していない寿司、寿司という意味ではあるが、その種類は船に限られており、船寿司の食べ方を指す言葉であると考えられる。 メシを共に食することはなく、発酵が不十分であることから、酢に漬けて食べるものである。さらに、室町時代以降に、慣れ寿司の発酵期間が短縮され、漬け床のメシも、食用とされたということを資料で確認することも、できない。戦国、食法時代以降には、新たに土壌やナマズ、うなぎなど魚の種類が増加し、茄子や苗が、 それにタケノコなどの野菜類を材料としたものが現れる。日本各地にはなれ寿司が郷土料理として残っている。日本海側各地にはアジア、ニシンなどを使ったなれ寿司が多い。以上のもののほか、米麹を併用するものとして以下のものがある。漬け床の飯を食べないものを、ほんなれ、飯を食べるものを生なれと名付ける見解があるが、生なれ、すなわち、 生成の寿司、寿司とは、十分な熟成を経ない半熟の寿司、寿司ではあるが、飯を共に食べるものではない上、船の寿司の食法を表す言葉であり、それまでの慣れ寿司が、室町時代以降に、生成、生なり、生なれになるという見解は誤りである。篠のだは、数ヶ月間以上の、飯付けを行う、現在の滋賀県の船寿司を、奈良時代以来の慣れ寿司、 これよりも、飯付き期間がはるかに短い和歌山県のサバの慣れ寿司などを生成であるとしたが、そもそも和歌山県のサバの慣れ寿司はサバを開きにして骨を抜いており、魚を一尾そのまま飯につけ、骨が柔らかくなるまで長期間の飯付けを行う滋賀県の船寿司と比較すれば、発酵期間が短くなることは当然ということになる。の、 慣れ寿司は数日で食されているが、これも同じである。そのため、本慣れと生慣れという分類は、誤りということになる。米飯の実を用いて発酵させ、乳酸などの有機酸の風味が豊富な慣れ寿司系と、寒冷地で考案された製法で麹を添加することにより、発酵を促しつつ糖化により甘みが付加される、飯寿司、石系に分類する見解もある。 慣れ寿司系には、琵琶湖周辺の船寿司、和歌山県、富山県のサバの慣れ寿司、岐阜県、兵庫県の鮎の慣れ寿司などがあり、伊豆市系には、秋田県の旗ハ旗タハタ寿司、北海道の鮭の伊豆市、石川県のかぶら寿司などがある。魚肉の貯蔵形態としての慣れ寿司、寿司は、東南アジアや中国南部に点々と見られる。中国では寿司、さ、台湾の高砂族では、 トマメ、トアメ、カンボジアでは、ファーク、タイでは、プラハー、プララー、プラーソム、ボルネオノイバン族では、カサム、リクダヤク族では、トバと呼ばれる。この他にも、ラオスや、フィリピンルソン島の一部、中国南部の内族などのものが知られている。中国では、カナンの非漢人文化に発し、徐々に、下北地方にも広がり、南宋時代に大流行したが、 県庁時代に急激に衰え、明朝、清朝にかけて消滅していき、中国南部の少数民族の中にだけ残ったとされる。元の支配層が魚に興味を示さなかったことに加え、米や酒などの乳酸発酵原料が不足していたため、寿司が生酢や塩からに近いものに変化していき、そちらに吸収されていったためと考えられる。秋代の記録には、 高生省の蛮族が飯を手で丸めたものに魚酢を乗せて食べるのをご馳走としたという記録がある。そのままで食べる場合もあるが、むしろ料理の材料として、スープ、独特の酸味が出るや炒め物の具などに用いられる。中国においての作り方では、漬け込みに際して酒を入れ、そこに含まれる酢酸の風味を利用するほか、発酵を促す麹や香辛料を混ぜるのが特色である。 また、朝鮮では発酵促進に爆芽を使用する特徴を持ち、18世紀以降には辛味を添え、彩りともなる唐辛子を利用するようになった。その他、米や魚介類以外に野菜を用いた寿司を作るのも、朝鮮の特色であり、我が国の日本海側の各地にも、野菜を用いた伊豆しの形で影響を及ぼしていると、見られる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。